ちょっと体が慣れてきたかな。お、顔の赤みが消えたね。のぼせたの治った。うん、今日は結構涼しいから。すぐに治ったよ。そっか。そういえば、前旅行に行った時はうちわで仰いでくれてたね。覚えてたんだ。覚えてるよ。あれだって私の大切な思い出なんだからさ。そうだね。おいサラちゃん。温泉にも入ったし、そろそろ観光とか行ってみない？そうだね。一回外に出てみようか。この辺り、何があるんだろうな。さあなあ。でもあてもなく歩き回るのも面白いかもしれねえぞ。だなあ、ドタバタ旅ってのも面白いかもな。ある程度調べないと迷子になっちゃうでしょうが。そうだね。とかいう私もそんなに調べてないのよね。あれまあ。じゃ、行きますかねー。髪の毛結ぶからちょっと待ってー。はよしなさいよ。待ってってば、意外と大変なんだから。髪結構長いもんねー。手伝おっか。いや大丈夫、バランス崩れちゃうから。置いていこうぜ。待って一人にしないでー。一人の時の方が多いでしょうよあんた。今は違うの。めんどくせえなお前。そういうこと言わんといてー。すみません、宿泊客の中川ですが、しばらく全員出ますので、鍵をお預かりいただければと。あ、はい。夕食までには。あ、わかりました。伝えておきますね。それでは、失礼します。みんな、夕食なんだけど、人数が多いから大部屋で準備するって。だから戻ったら、鍵をまたもらって大部屋に行くよ。そうなんだね、了解。ありがとう。ふう、なんとか結べた。大変なんだね。髪の毛を結ぶのって？まあね。それに私不器用だから急ぐとまあ大変大変。髪が短い男にはなかなかわからん悩みだね。まあ、慣れの問題ね。よっしゃー、どこに行こうどこに行こう。どちらにどこかにいずこに。レッツラゴーなりゴーゴーなり。おい、こいつの語彙力どこに行ったんだ。え、誰が？おめえのことだっての。え、何か？なんなんだこいつのボケ具合は。諦めろ、こいつこういうとこあるから。おめえも大概だぞ。うん、何か言われると思った。自覚ありか。ならばよし。いやよくねえわ。どっちやねんな。なに、あのバカの空間。俺いなくてよかったわ。バカ呼ばわりされなくて済むし。あんたもどちらかといえばあっち側の人間でしょうが。マジで。龍馬といいコンビを組むあんたなら、同じバカって言ってもしょうがないでしょ。ん、なんか言い返せないや。論破ってやつ。かもな。負けだ。どうしたの、サラちゃん。なんかあそこ、すごい人が。ああ、あそこ神社だ。神社。うん、私神社の家系だから知ってるんだ。あそこは確か、学業と恋愛成就で有名な神社だったはずよ。へぇ、そうなんだ。行ってみる、私たち学生だし、学業的な意味でも効果あるかもだし。そうだな。いつもみたいにだべってしまってるし、行くだけ行ってみるか。神社ってのも、悪くないし。だ、そうよ、サラちゃん。そうだね。まずは神社だ。よっしゃ、行こうぜ。ふん、なんか普通の神社だな。というか、殺風景。神社に殺風景とか言うなっての。逆に豪華な神社の方が珍しいって。さっきサラが言ってたけど、本当に人いるね、殺風景だけど。だから殺風景って言うなっての。というか、あんた大丈夫なの？人多いし、ごちゃごちゃしてるけど。正直我慢してる。だけど、ここで逃げたくないと思って。それに。それに。みんなが、いてくれるから。何よあんた、いいこと言うじゃない？ゆかり、変わった。人見知りなのは変わってねえが、何かが変わったな。そうだな。前までのゆかりなら、そういうことを言わないやつだった。照れくさいからやめてよ。もう。なんかいい雰囲気になってんな。友達同士として。だね、いい感じ。
割って入れねえな。あや。あーみんな、ほったらかしにしちゃったね。ごめん、こっち来ていいよ。私もびっくりしちゃってさ。ゆかりがここまで勇気を出してるってのが。なんだ、察してたか。ま、いいよ。いいものが見れたし。ありがとう。じゃあみんな、お参りしよう。それぞれのお願い事を、神様に。神なんて信じてねえんだけどな。神社目の前にして言うなボケ。ま、今回くらいは信じてやるか。なんで神様に上から目線なのよ。全員お願いした。おうよう。さてみんな、何をお願いしたのかな。おい、それここで言う流れか。というか神社家系の娘なのにそれありなのかよ。いいじゃないの、減るもんじゃないんだし、私は学力向上を願ったわ。サラちゃんとレイに負けた時、マジで悔しかったからさ。ああ、あん時のテストな。ちなみに俺は健康でいられるようにって願ったな。病気したくねえし。ああ確かにな。レツガは何を願ったんだ。ああ、ここ恋愛成就もあるっていうから、好きな人と結ばれるといいなって願った。ってことはあんた好きな人いるの。ああやべ、完全に口滑った。誰なのよ、気になるな。まあ、今言えることじゃねえな。教えられないこともないけど、言うと相手に迷惑かかるからさ、また別の機会にしてくれ。ということは私たちが知ってる人ね。ふむふむ、隙間からこっそり観察しようかしら。それずるくね。病気は何を願った。俺特になかったからお参りのふりだけした。ちょ、そういうのありなの。いいじゃん、特にねえんだから。で、ローマは。そうだな、俺は強くなってレツガに勝てますようにって願ったな。まさかの俺、なしてよ。もうこの際だから言うが、俺はお前を舐めてた。ちょっと前に能力が開花したやつに、俺が負けるわけがないと。で、このざまだ。だから今度は最初から全力。舐めることはなく正面から戦いたい。で、ついでに神とは違うかもだが、勝利の女神にも微笑んでもらおうってな。下水のかまっとうなのかわからんわ。ゆかりはどう？何かお願いした。この人見知りの性格がどうにかならないかなと。まあ、だろうね。バレバレかよ。さっきのあんたの言葉聞いたら予想できるでしょ。まあ。確かに。で、最後は中川さんだけど、何かお願いした。まあそうだな。私は、このまま友達と一緒にいれたらいい。それだけだよ。結構シンプルなのね。うん、思った。学業と恋愛の神社っていうけど、私そこら辺興味がなくてさ。唯一思いついたのが友達と一緒にいたいってのだったんだよね。まあ、いなくなってほしくないってのもあるけど。何言ってんのサラちゃん、私たちがいなくなるわけないじゃん。卒業したとしても、私たちが友達であることは変わらないわ。だから大丈夫よ。ふふ。ありがとね。中川さん、君の本心は。さてと、お参りもしたし。あ、おみくじでも引く。ああ、確かに神社にはあるよな。よし、じゃあおみくじで勝負よ。おみくじで勝負、どうするんだ。簡単な話、大吉とか小吉とか、そういうランクでの勝負よ。なるほど、超シンプル。ねえ霊夢、普通のおみくじもあるけど、恋みくじってのもあるわよ。お、いいねえ。それも引きましょ。恋の方も勝負。恋の方はなしで、普通のおみくじは勝負にしましょ。合わせて200円だし、大丈夫でしょ。よっしゃ、なら勝負だ。あっちゃー。小吉かー。これどうやって読むの？私初めてだからわかんない。どれどれ。おお、大吉、一番いいやつじゃん。お、なら勝ちは確定だね。むー。運がよろしいことで。俺も大吉だったぜ。俺も大吉なーりー。俺も大吉。え、ちょ、そんなに大吉出るもんだっけ。ふ、二人は、どう？
大吉でございます。大吉でしょうが。というか言い出しっぺがアウトかよー。